魚はさばいたら薄く切るの。あとは味付けして煮込んだら完成よ。ありがとうおばあちゃん。ねえダイス、あなた彼女でもできたの？え、何の話？ろくに料理もしないあんたがこの2週間で何回電話してきたと思うんだい。恋人ができたらすぐ言うよ。これが食べたかっただけさ。おばあちゃんは心配なのよ。誰かいい人が見つかるといいんだけど。はいはい。彼女じゃなくて彼氏でもいいから。うん、ほら本当にいるの？いるわけないだろう。おばあちゃん何でもわかるのよ。あれでしょ、わかるの。ばあちゃん、同性でも結婚できる国もあるって聞いたよ。ばあちゃんよく知ってるね。あれ、鍋はちゃんと煮込んでる？料理のことも覚えてるの。まったく、ばあちゃんはいつも結婚につなげるんだから。みょう、お腹すいたでしょ。もうちょっと待っててね。